チゴル、今回はですね、今宮選手使っていきたいと思います。早速来たよ、一塁、安田。おい、すいません、ちょっとむせてしまいました。初回から4失点しちゃって、ファースト安田の人なんてね、私初めて見たからね、もうなんか、むせちゃったよ。とりあえず間違えて失投投げちゃったんで、この試合、追いつくよ。逆転しますよ、相手の人、そこまでレート高くないんでね、多分いけるでしょう。行ったでしょう、行ったでしょう、もう1点差、これがホークス。いい当たりです。ライトスタンドに同点だ。気づけば同点、さらには逆転のシチュエーションで今宮。そう、やっぱね、今宮選手言ったらね、守備なんですよ。守備に加えてね、今年はね、打撃も序盤はめちゃくちゃ良かったんですけども、あ、ゲッツー。今宮の守備だ。甘く来たんだけど、超えてくれれば、超えてくれれば、なあとちょっと惜しい。フォークボール、まあ勝ち返した。三遊間破って、さあ満塁で今宮。めっちゃ出てる、決勝打、対左。いや、もう変えるしかないよね、ここ。ソーンチャホー、やばい、ホークスキラー全消されてる。ランナーの走力もえぐいっすよ。ツーシームパス、三遊間はうまく弾いた。これぞ技ありのバッティング。二塁ランナーシュートも返ってきた。逆転。ソフトバンク強すぎる、あまりにも。これはもう暴力ですよ。さあ今宮の走力見せつけていく。三塁はタッチアウト。さあ2試合目やっていきます。やっぱね、今宮選手といったらね、あのフォロースルーっすよ。そう、このセーブロームでも、セーブロール。クライマックスシリーズね、2019年のクライマックスシリーズ、この今宮選手大暴れした時もね、フォロースルー見えたんで、ちょっとね、相手は難敵絶好調今井ですけど、それやっていくよ。進化。そういえばこの前クヤさんがね、アスディを使用会やってたんですよ。で、その時アスディを使ってくださいって言ってたんで、使いまーす。やべ、平行した。へこきだほう。さあ、得点圏で第2打席やってきます。チャンスも C なんでね、今日ちょっとカミカミだね。チャンスも C なんでね、結構特殊能力の面で強めです。謎のバント職人持ってるんですけどね、謎じゃねえか。全然謎じゃねえな。バント上手いですもんね、今宮選手は。センター前。いや、これなんですよ、こうなんかね。上手いんですよ、バッティングが。なんていうか、今宮選手、ベテランの領域入ってますから。さすがにね、盗塁技術はないからね、走りまーす。ランナーがスタートしている。今宮がスタートしている。ちょっと完璧すぎない、今宮使用会。あん、よっしゃ、ナイスバッティング、今宮に回ってきたぞ。さあ、セーブドームで一発打とうぜ、引っ張ろうぜ今宮。あー、ダメダメダメ。もちろんね、流しのフォロースルーもね、かっこよかったイメージあるんですけど、やっぱりホームラン打つなら引っ張りインコースでしょっていう話で。うわ、うん、まそれカット。いや、今日はね、ボールがよく見えてるんですよ。うわー、いや、今日はね、ボールがよく見えてるんですよ。さあ、ラストマッチにしようかな、成績良かったら。やっぱりね、一発ホームランは見せておきたいよねっていう話で。うわ、スロースターターか。スロースターターは変化量が2減って、奪三振で変化量が1上がって、もうなんかよくわからんけど、レフトへ。これなんですよ、もうほぼね、フォロー数、客少な。全然客入ってない。これコロナ禍ぐらい入ってないんだけど、これ大丈夫？まあ、固有フォロースルーね、プラスビーみたいにあるわけではないんで、まあ、あれが多分ホームランでも一緒です。こうやって人間2のはサボるんすよ。カーブボール、おー、来たよ。なかなかの変態バッティングは、めちゃくちゃラグいけど、打球伸びて、桑原取った、取った、さあ、戻るんだ。ショーツに行くんだ、お前は。よし、戻った。引っ張りました。さあ、中間。飛び込んだ。さあ、第2打席目やっていきます。あんな感じでホームラン打ちたいのよ。トゥートゥーピッチ。行ったでしょ。いや、センター前、打球抜ける。いや、ほんとね、打感はめちゃくちゃいいっすね。やっぱ、正ショートなんで。完璧です。さあ、固めております。チャンスです。ミート爆上がり TV です。今宮健太第3打席。うわ、ナイスボール。やっぱり思い出すのはね、2017年の日本シリーズ。今宮ホームラン打ったれ。うえへへ。進化、サードへのゴールは宮崎、守備 F だぞ。守備が F で帰ってきました。なんか微妙。もうパワーカーブはさっき見慣れたんで、ここでストレート、来た来た来た、これこれこれ。そう、フォロースルーっていうのはね、このゲームないんですけど、これなんですよ。てか、3を使うの忘れてました、すみません。センター前に抜ける。やった、これで終われる。みんなありがとう。違うね、言い方これよ。みんなありがとう。
さあ本日もご視聴ありがとうございました。行くよ。160キロか。160キロ、ビタビタ。もうこの際、いや、強振しよう。おお、ナイス。盛り上がりすぎです、一人で。あ、空振り三振。